こんにちは、北海道のウェザーニュースアップデートです。今朝は雲の多いすっきりしない空となりました。サポーターの方々からもいろいろな曇り空のリポートをいただいています。こちら帯広市のエスカロップさんからは、弱い光が雲の向こうから届いています。それでも雲が切れてきて青空も見え始めました。今日はトカチを抜け出して花見に行ってきますというリポートをいただいています。桜は今が見頃です。素敵な桜が見れるといいですね。ただ今日の天気だとお花見は大丈夫なのでしょうか。この後の天気を詳しく見ていきましょう。昼間は雲が多く日差しも控えめです。ただ午後からはだんだん雲も減り、暖かな日差しが届きます。週末の午後は穏やかに過ごせそうです。この季節は各地で桜が見ごろを迎え、お花見で賑わっています。ただ紫外線も強くなっているので、しっかりと紫外線対策をしてお花見をお楽しみください。次回の更新は夕方です。それでは。Weather News.